パワースポットって言っていいか分かんないんですけど、はい、空気感が変わるところ結構好き ですぐさま僕止まって「え今鈴の音聞こえませんでした」って一緒に回って3人で回ってたんですけどね。どうも新横山由紀でございまーす。今回もですね、素敵なゲストの方が来てくださっております。どうぞ。どうも皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。謎多きオカルトコミュニティ、オカルト本で副総督をしております。怪談語りの平市達郎と申します。よろしくお願いします。お願いします。謎多きですね、本当にね。はい。謎に包まれております。はい。それでは本日もカイカイライフをお楽しみあれーはい。ということで、今回は平市さんにおすすめのパワースポットとやばい心霊スポットの紹介をしていただきたいんですけども、どっちがね、前後しても構いません。紹介するの。はい。ちょっとお願いしたいですね。そうですね。パワースポットって実は、あんま行ったことないんですよね、実は。なんですけど、それでも、パワースポットで行く雰囲気があるというか、なんかちょっと違うなっていう感じたところを2つほど挙げたいなと思って、はい、僕今でこそ関東、東京の方に住んでるんですけど、実は以前茨城の方に住んでいたことがあって、仕事の関係で、その時に2回くらい行ったんですけど、鹿島神宮、2回くらい行ったことあるんですよね。はいはい、で鹿島神宮で、言われたことはわかると思うんですけど、君が代に出てくるサザレ石があるんですよね。出てくるじゃない、君が代の歌詞の中にサザレ石って出てくる。そのサザレ石が実は鹿島神宮にあったりとか。サザレ石ってどんな感じなんですか？普通の石って言ったら怒られますけど、でも、普通の石です。なんかこう、普通変わった形ってわけじゃないですけど、でも普通にこれがサザレ石です、ドーンってあって。みたいな。でもやっぱり、鹿島神宮はすごい雰囲気はありましたね。こうなんか荘厳なというか。なんか、その平市さん的に、なんかリフレッシュされるとか、そういった感覚はあるんですかね。何なんですかね。こう、研ぎ澄まされる感覚っていうのがいいのかな。元気をもらえるっていうよりかは、ちょっと感覚が研ぎ澄まされるような感覚っていうんですかね。はありましたね。これすごいですね。そう。なんかそんな感じはありましたね。表現が。あと、どこだろう。僕、パワースポットって言っていいかわかんないんですけど、空気感が変わるところ結構好きで、それは心霊スポットだろうが、パワースポットっていうか、そういうところ。それで言うとね、これ意外って思われるかもしれないんですけど、皇居。皇居、はい。一回だけ行ったことあるんですけど、だってあんな東京のど真ん中ですよ。言い方なんですけど。なんですけど、中入るとやっぱり雰囲気全然違いますね。なんかちょっとこういう表現しちゃうとあれかもしれないですけど、ちょっと下界で隔てられてるような感じがやっぱありますよね。でもそういう風に作られてるんですよね。いや、もうびっくりしますよ、あれは。パワースポットでももちろんありますけども、作るときに、例えばなんか結界を張ってとかよく、そういう風に作られてるんでしょうね、皇居っていうのは。かもしれないですね、もしかしたら。びっくりしました。下界からちょっと上がったような感じがするっていう。な感じは、ありますね。あと、これはしっかりと中までまだ入ったことがないんで何とも言えないんですけど、ごめんなさいね。明治神宮。明治神宮。もうやっぱり、だって入り口がどでかい鳥居じゃないですか。どでかいっすね。そう。もうその時点で結構圧倒されるというか、中入っていくとどんどんね、雰囲気もこう研ぎ澄まされというか、なんかそんな感じがあるから。僕も明治神宮は行ったことありますね。去年かな。わかります、あの雰囲気。なんかちょっと神聖なって言ったら言い方は大げさかもしれないです。なんかちょっとどことなく、外とは、鳥居の内外で雰囲気が変わる。確かに。なんか東京のね、そういうのありますね。周りやっぱビルだったりとか、ね、交通量も多かったり。でもそういう神社の一角入るとなんか空気感変わったり。そうなんですよね。そういうとこが僕好きですね。その神社とか、お寺さんとか、っていうのはそんなに頻繁には行かない感じですか？そうですね。あんま頻繁には行かないですかね。特にその寺社仏閣を巡ってるとかっていうのはないですね。なんかパワースポット、自体には別に興味がなくて。あんまね、興味ないって言ったら、あれかもしれないですけど、あんまりに行ってね、どっちかというと本当心霊スポットの方がって感じなので。やっぱオカルトが好きなんですね。そうですね。そうですね。パワースポットって、そもそもパワースポットってかどこなのかっていうのもね、あんまりね、分かってなかったりするので。だから、そのパワースポットって認識せずに行ってるかもしれないですね。なんか本当にね、いわゆる、ネットとかで出てくるようなパワースポットもそうなんですけども、ね、いろんな人が言うパワースポットもそうなんですけども、なんか自分だけのパワースポットってあると思うんですよ。なんか。ここみたいなね。このゲストさんの中でも、自分の部屋がパワースポットだっていう方もおられましたし。それで言うと面白い話があって、はい、これ見えるかな、わかります？あ、はいはい。はい、それで言うと、僕の部屋が心霊スポットです。ああね、毎日光るんですよね。そう、いや、ほんとこれおかしいんすよ。うん、今日は最近おとなしいんですけどね、この子。うん、あのね、僕の部屋の、今、こうデスクに座ってるんですけど、そこのすぐそこにかけてるんですよ。はい、隅の方にね。なんですけど、このバケタンちゃんがですね、オートモードにして、今ずっとしてるんですけど、うん、1日1回は絶対光るんですね。そうやってなんかタイミング的にないんですよ、それが本当に。ああ、全然わけのわからん時に。関係ない。もう朝だろうが昼だろうが晩だろうが、仕事してようが何してようが。まあなんかね、言ってましたけど、平石さん的には自分では霊感がないとおっしゃってましたよね。だから平石さん的には何も感じないけども、バケタンは毎日反応するという。そう、なんだろう、もう赤ペカですよ、赤ペカ。あ、でもなんか階段離されてる時でしたっけ、なんか。もう光ってます。人が、平石さんの感覚で人がいるような感覚。そうそう、それも、はい、ありますね。こう、あるじゃないですか、この辺にこう人立ってる。うん、見えないけども。そうそう、そんな感じはたまにでもやっぱありますね。あ、若干。じゃやっぱ感じることは感じるんですね。そうですね。うん、おそらく。うん、平市さんってその提供された方の会談を、うん、まあ体験談を話すのが全部なんですかね。なんかご自身で体験された話ってあるんですかね。実体験がないんですよ、ほぼほぼ。全くないんですか？ないですね、ほぼ。ほぼと言っておきましょう。なんかね、ほら、自分では見えなかったりわからないけども、あれってでも不思議だったよな、みたいなのは。ないんですか？じゃあその話今からしますか？今度心霊スポットの話になってくるんですけど。はいはい、最近ですね、心霊スポット行って、うん、そう、実はですね、あえてこれは今まで言ってこなくて、まあ変に気使わせたら悪いなと思って言ってなかったんですけど、はい、実は今日もう心霊スポットの帰りなんですよ。ああ。昨日の夜中行って、朝方帰ってきて、それなんですよ。まさに行ってた帰り。眠りましたか？眠りましたよ。もちろん眠りましたよ。眠りはしましたよ。平市さん、忙しいな。いやいやいや、もう行けるときに行こうぜっつってみんなで行こう。だから昨日の夜でしたっけ？ DM。変な時間ね、変な時間にね、記録ついたなと思った。ああ、確かに確かに。で、やりとりして今日まあ始まる前か。うん、あれですよ。だって、昨日静岡の掛川まで行きましたからね。アホでしょ。小田原まで行って、小田原で車拾ってもらって。何人ぐらいで行って？その時は、僕、オカルトンとしては3人。で、あと臨時でお手伝いの方お一人で4人で行ったんですけど、うん、まあ結構行った先がですね、結構人が多くて、もう賑やかくて、なんかちょっとどうやって回ろうかなっていうのは苦慮しましたけど、まあでも昨日行ってきたんでね。はい、人が多かったっていうのは、そんな夜に？そう。だから多分、肝試しに来てたんじゃないのかな。ああ、そういった方だったんですか？うん。都心自体です。あとは多分地元のヤンキーのたまり場なのかわかんないですけどね。それはね、やりづらいですよね。そうそうそう。全然怖さ半減ですよ。ねえ。人が。まあそんな感じでね。はい。心霊スポット言ってるんですけど、じゃあ何をね、話そうとしてるかっていうと、やばいというか、あれですね、実は先週も行ってて、心霊スポット。すごいっすね。いや、千葉の方にある、はい。おじゃが池。おじゃが池って聞いたことある名前。有名どこだと思うんですけど、はい、はい。千葉の東金の方にあるんですけど、はい。で、大きい池なんですよね。はい。で、大体、まあ一応遊歩道があるんですよ。ぐるーっとできる。はい。まあ途中森の中入ってたりしますけど、それがね、はい、4.5 キロぐらいなのかな。そこをですね、夜中っつっても8時ぐらい、9時ぐらいにスタートして、1時間半かけてぐるーっと一周して、ね、ちょうどその時雨降ってたんですよね。で、もう道もすんごい悪いし、もう森の中ですから。うわー。落ち葉滑るわ、水たまりあるわ、ぬからんでぐいちょぐいちょだわ、高低差はあるわで。それ夜ってことっすよね。夜っすよ。めっちゃ怖いですね、それ。違う意味で怖え。うん、普通に怖いですね。これ、心霊スポットロケじゃなくて、ハイキングだよつってみんなして行って、うん、そう行ってきたんですけど。で、実はですね、その時に僕、まあでも、はっきりと体験したのは初めてかも。その時に実は僕体験してるんですよ。おっと、はい。それがですね、ちょうどおじゃが池の裏側にある駐車場からスタートして、で、はい、ちょうど半周して表出てきて、はい、ちょっと見晴らしのいいとこ通って、で、また、じゃあ、残り半周行きましょうか、って言って。うん、で、あそこってね、水神様を祀ってる神社があるんですよね。大きくはないんですけど。うん、で、そこ見て、そこ出て、5分ぐらい、また、ちょっと山の方っていうんですかね。はい、左手側の方が池で、右手側が山というか森というか、そんな感じのが歩いてたら、普通に喋ってるんですよ、僕ら普通に。なんですけど、うん、急にチリンって鈴の音が聞こえて、ええー、と思って。で、僕聞こえたんですよね、それがちゃんと。で、すぐさま僕止まって、今鈴の音聞こえませんでしたって。一緒に回って、3人で回ってたんですけどね。それはオカルトのとは別で。なんですけど、その2人は全く聞こえてなくて、僕だけに聞こえた鈴の音があるんですけど。その時はカメラは回してなかった。安心してください。回してますよ。で、実はその素材があるんですよ、今。手元に。聞きたいですか？え、じゃあ、それ音入ってたってこと？入ってました。うわーこれ、なんだと思って。現場では平石さんだけが聞こえてた。そう、それが不思議で。でも確かに3人で喋りながら歩いてたから、はい、聞き逃しちゃうかもなと思って。まあね、それはありますけど。でも明確にチリンと入ってんですよ。1回。1回だけ。おかしいもん。よく鈴の音って言いますもんね。そうですね。うん。そう。なんとその素材現場手元にあるんですよ。これ画面共有した音って新横さんとかに聞こえるんですかね？ちょっと試してみますか？うん。なんかね、そう、動画うまくいかなかったりするんですよね、よく。でも俺この間やり方調べたんだよな。あ、サウンド共有ってなった。あ、これビデオでサウンドごと共有でいけるのかな？今サウンド共有っていうの僕押しましたよ。見えてます？見えてます。いきますよ。はい。音聞こえるといいな。あ、聞こえました。うん、下のシャツが透けて、お経でも書いてあるのかもしれない。わかりました。お、なんか俺かすかに聞こえましたよ。チリンって。もうちょっと開けますか。ちょっと音大きくなっちゃうかもしれないですけど。うん。かすかにチリン。多分それで合ってると僕思う。自分が聞こえてる。ちょっと音大きくなっちゃうけど。はい。うん。下のシャツが透けて、お経でも書いてあるのかもしれない。今なりましたね。で、これが僕慌てて二枚ってすぐ止まってるんですよ。俺だけ。っていうことがありまして。ありがとうございます。聞こえました。よかった。はい。っていうのが最近の。うん。下のシャツが透けて、お経でも書いてあるのかもしれない。今日でも書いてあるのかもしれない。今日でも書いてあるのかもしれない。今日でも書いてあるのかもしれない。確かに話しながらだと聞き逃しちゃいます感じですね。うんうん。聞こえたんですよ、あれが。チリーンって本当に。ね。もともと、なんか、そのおじゃが池っていうのは、うんうん、どういった例が出るとか、なんか。あのね、はい、どっちかって伝説系なんですよね、ここって。漢字がそもそもですね、おじゃが池の漢字がちょっと、オス、ユーっていう字に蛇に、ちっちゃい池で池で、はい、おじゃが池って書くんですね。うん、そうそうそう。それでおじゃが池って書くんですけど、うん、何があるか。まあ、結構ね、釣りのスポットとも有名なんです。そういうスポットとしても有名で。で、いろんなこう伝承も、だって日本伝承大観とかっていうサイトにも載ってるくらいなんですけど。もう古くから、みたいな。そう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 。昔、まあ今でこそ人工の池なんですけど、もともとそこって沼だったんですって。はいはい、池の前には沼で。うん、で、実はそこに昔、蛇神が住んでたんじゃないかって言われてて、で、ある日、ですね、まあ、そのあたりを統治していた方の枕元にその蛇神が現れて、うん、池作れって言って流したことから、まずおじゃが池っていうものができて、っていうのもあったりとか、まあ、あとはその蛇神様っていうのが白い蛇で、で、実はそこに、その白い蛇神様に人間の娘さんが恋しちゃったと。まあでも身分が違うから一緒になれないじゃないですか。はい、うん、蛇神さん白い蛇なんだけれども、うん、要は身分違いの恋、の声にしちゃって一緒になれないからっていうことを悲観して、その池に入水した娘さんの変化した姿じゃないかって言われてたりとか、それで、蛇が出るとかっていうね、もういろいろあるんですけど、そんなんとか、結構伝承が多い感じの池ですね、ここは。なんか割かし最近の、例えばそこで、いるかもしれないんですけどもね、自ら命を絶ったとか、なんか殺人事件があったとか。あ、でもね、唯一出てきたのは、はい。さっき僕ら裏の駐車場からスタートしたって言ったじゃないですか。はい。そこでおそらく、そこが多分本当に裏の駐車場なんだとすると、そこで昔、練炭自殺をした人がいて。でもそれくらいですね。だからなんでちゃんと鈴の音って、チリンってちゃんと聞こえたの？それが一回聞こえるってのはおかしいもんな。一回だけっすよ。これが何回も聞こえてたら、ありえないですけど、鈴がね、なんか木に結ばれてたとかね、それはありますよね。風で何回か鳴るとかね。他に、例えば誰かがいるにしたら、鈴の音だけじゃ済まない。あれ、実は、その時に、地元の若い子らが、夜釣りをしてたんですね。それで、釣り終わってたむろして、そもそもその時間帯も、だって10時過ぎてんですよ。その時間帯にもう釣り終わってんのなんでたむろしてんのって、そこも若干怖かったですけど、その子らが大声で話してる声が聞こえてたんですよね。でも、明らかに今のって違うじゃないですか。ほんとすぐそばでチリンってなって。ですね。見てもらうと分かるんですけど、一応柵もあって、でもその柵を弾いたぐらいじゃあんな綺麗にチリンってなんないだろうし、いや、びっくりしました、あれは。すごい。平石さんがでも気づいたから良かったですけど、気づいてなかったらこれなかなか映像も逃しちゃうかもしれないですね。そう、いや、映像をずっと回しっぱにしてたんで、ちゃんとそれを見てたら気づけたかもしれないですけど、いや、でも実際に耳にしてますから、ついにっていう感じではあります。でもなんか怖いって感じではなく、不思議って感じではありましたね。体験した時には。それが最近の、やばかった心霊スポットって言い方ですけど、心霊スポットで体験してちょっとやばい話みたいなね。何かしら、ちょっと不思議なことがあったっていうね。なかなかその心霊スポット行っても、心霊スポットにまつわる怪談ってたくさんありますけど、僕も昔よく心霊スポットは行ってたんですけど、だからといって、じゃあ何が起きたとかっていうのはなかなかないですから。お一人で行かれてたんですか？一人ではとても無理です。その時の仕事の仲間と。一人は相当きついですよね。逆に僕から聞いちゃっていいですか？はい。一番有名どこってどこ行きました？僕ね、それが有名どこ多分行ってないですよね。めっちゃ有名というか、僕山梨県にいるんですけども、僕の中ではね、旧三坂トンネルっていうのは有名なんですけども、そこ別に怖いとかいうのは別にないんですけども、そこで、デジタルカメラで写真を撮りまくったら、もう撮る写真がオーブだらけ。だったんですね。で、山梨でいるとよく聞くのが、花魁淵とか、あと神父城跡っていう、なんかお城のね、神父城のところは、よく聞くんだけども、実は行ってないというね。だって今、花魁淵って奥まで入れなくなっちゃいましたね。らしいですね。今入れないっぽいですね。行きたかった。でも、昔からね、そのオカルトが僕、そんな興味があるとかないとかの前から、やっぱ何かしらそういう話が出ると、みんな花魁淵って耳にしたけど行ったことはないという。だから、心霊スポットを行ってた割に、僕がね、提案してどこどこ行こうっていうのは言ってなかったんで、その他の子たちが、行きましょうよみたいな感じで誘われて行ってただけなんで。でもなんか、なぜか花魁淵とかその神父城とか、よく耳にする割に行ってなかったという、そこは避けてたんだなみたいな。すごいな。行ってたんですね。いやー、もうまだまだいろいろ行きたいとこあるんですよね。いずれ行きたいなと思ってるのが、ゲームとかってやられます？僕しないんですよね。はい。サイレンって聞いたことないですか？あれ、プレイステーション2。そう。で、あれって、羽生田村って出てくるじゃないですか。舞台が羽生田村って場所なんですよ。で、それの舞台になったって言われてる廃村があって、それが埼玉の方にある竹集落っていうとこなんですけど、いずれそこは行こうって話はみんなでしてて。廃村って怖いですね。やばいですよね。あと、有名どこだと、東京ですよ、旧小峰トンネル。でも、あそこは、雰囲気うんぬんというよりか、おそらく今時期になると、結構肝試しに行く人って多いじゃないですか。おそらくそれで渋滞があの辺できると思います。トンネル待ち渋滞的な。そんなに行く感じですか？だって僕らが行った時ですら、同業者一人と、あと肝試し来てたカップル二人に会いましたね。雰囲気はやっぱあったなって感じはありますけど。ね、人が多いとちょっと冷めちゃいますからね。いや、多分真夏に行ったら多分行列できるじゃないですか。旧小峰トンネル自体って、道路としては閉鎖されてて、峠道として人はいいよみたいな感じなんですけど、うん、あ、そうだから歩いては入れるんですよね、うん、おそらく真夏になったらそこに行列できるじゃないですかやだなそんなあれっつって行列のできる心霊スポット全然怖くねえなそれで言うと昨日面白かったのが、昨日行った心霊スポットは、はい、ちょっといずれ動画上がるんで楽しみにしていただきたいんですけど、はい、トンネルがあるとこなんですよね、はい、手掘りのトンネルが3連あって3連の、はい、で、それ行った時になんかちょうど、何年か知らないですけど、外人さんがめちゃくちゃいて、はい。今ダメですね。僕が要は、トンネル出た方向からまた戻ってきてて、で、外人さんたちが外人伝道だったらこっち向かってくるんですけど、うん、なんでか知らないですけど、僕がそのトンネル入っていったら、外人さんたちみんなキャーキャー言いながら引き返してって、うん、あれ、俺生きてる人間なんだけどな、って思いながら平市さんに驚いて逃げたってことですか？じゃないですかね。めっちゃ面白い。びっくりしました。あれ、俺生きてる人間だよ。生きてる人間であっても怖い時ってあるじゃないですか。ありますね。なんでそこにいるのみたいなね。あ、わかりますわかります、うん。本当にこんなところ絶対歩いてないであろうってね。うん、もし本当に歩いてても、実際の人が歩いてたとしても怖いという場所とかで歩いてたら嫌です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご紹介ありがとう。また告知の方よろしくお願いします。はい。では改めましてですね、謎多きオカルトコミュニティオカルトの不足特をしております。平市達郎でございます。我々オカルトはですね、YouTube の方、チャンネルありまして、まあ、そこで僕が怪談語ったり、今話したように心霊スポットのロケ行った動画とかを上げてたりしますので、ぜひぜひ一度見ていただきたいなっていうところと、もう一つ告知ございます。ですね、あんまり本編の中で出てこなかったんですけれども、私ですね、まあ、相方に16本というのがおりまして、二人でですね、毎週だいたい水曜日の夜10時から、ハートキャッチ達郎のドキドキスペースメガマックスというね、もうとんでもなタイトルのスペースでやる、まあラジオみたいなね、スペースやっております。で、そこではですね、まあ、たまーにですけど、怪談語ったりとか、あと、オカルトとかホラーのコンテンツに関することとか、あとはなんじゃない日常の会話なんかもね、ゆるゆるっとしておりますので、まあ、ちょっとすぐ怪談聞くの怖いなーっていう方はですね、ぜひそこからでもね、聞いていただけたら、そして私とセンさんともどもですね、知っていただけたらなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、怪談をずっと語ってるわけではなくて、結構日常会話的なこととか、オカルト全般でいろいろ話題にして話されてる。そうですよ。うん。ね、タイトルがかなり。タイトルが全然もうぶっ飛んでるんで、なんとこっちゃです。まさかオカルトのスペースだとは誰も思わないっていう。でしょうね。そんなタイトルでたまにガチでちゃんと怪談やってたりしますから、ね。はい、どうも。3回にわたりね、ありがとうございました。はい、ああ、ちょっと平市さんとこんなにがっつり話せたんで、僕も嬉しいですね。いや、僕もいろんなね、ものをお見せできたんで嬉しく思いますよ。ありがとうございます。まあ、平市さん、開会ライフを見てる方もね、いろいろ知れたんではないかと思います。皆さんもオカルトン、ちょっと見てみましょう。ぜひぜひ、お願いします。はい。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また何か、またね、イベントとかでもご一緒させていただいて。ぜひぜひ、よろしくお願いしますよ。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあね。またね。またね。平市さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。